今日2回目ですけど、もう縮んでますからね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。あ、やめろ、くるぶしです。使えねえ。オッケー。すいません、ちょっとどうしても言いたかったから。Pから始まる動画はもう前代未聞。よろしくお願いします。はい、今日はですね、くるちょもチャンネル始めてから、ちょもちゃんのコスチュームがだいぶ決まってきたなっていう感じするじゃないですか。全部言われへんかったわ。全部何個あちょっとね、僕アマゾンでこの間タイムセールあったじゃない、うん、まあ、久々にちょっとアマゾンでいろんなものを見てたわけですよ、うん、そしたらおなほ、ごめんね、いや欲しい、ごめんね、天下プレミアムがめっちゃ好きなんですよ、ごめんね、知らん知らん知らん。で、これはもうチョモちゃんじゃんと思ったやつがあるんですよ。天下プレミアムで、ごめんね。もうオナホじゃないから。本当にこれオフィシャルグッズにしてもいいぐらいの、ものを見つけました。それが、こちらです。ピコピコチャ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 チ。はい、これね、クルチョモといえばピンクと緑、その2カラーをね、イメージカラーとしてきたんですけど、うん、そのカラーリングのサルエルパンツ、もうチョモちゃんといえばサルエルパンツじゃないですか、うん、これもうめっちゃ合うでしょ。出だしからタイランドセレクションって書いてありますけど。罪悪もついてるよね。これお香がついてるの。お香ですね、完全に。お香か、早速ちょっと、開けていきたいと思います。それでは行きましょう。レディーゴー。ともちゃんに、それでは開封の儀取り行う。お香がこの後ろ。なるほどですね。真ん中じゃないんだ。真ん中じゃないね、前後のちょっと、はいはいはい、7、3ぐらいの感じ。なるほど。どうなの。まあ涼しげな感じの。なんかサルエルパンツに対してはこだわりはあるんですか。特にないです。ただ、うん、思ってたよりも夏仕様、薄い薄い、透けてるもんね、透けてるもんね、これ X バックは完全にちょっと見えちゃうかなっていう感じ。逆にいいのかなって。あー、なるほどね、見せるオシャレね。じゃちょっとね、はい、履いていきたいと思いますけれども、はい、もうジャンプとかじゃないんだね。あー、なるほど、派手ですね。派手やね。あ、でも思ったより可愛いかもしれない。お、あー、いいよ、いいわ。え、めっちゃ良くない。ごめんね。はい、めっちゃ似合うでしょ。もうクルチョモカラーじゃないですか。いや、ほんまにこれ本当に似合うだろうなと思って、 Amazon でこれ2000円ぐらいなんですよ。安い安いでしょ。夏も涼しげですし、チョモちゃんのファンの方とかクルチョモ見てるよって方もちょっと買ってみていいんじゃないかなと。俺がプライベートハート思ったらロマンチッククルチョモのイベントとか、いやでも、いや、いいと思う、いいんじゃないですか。大好きよ。いきなりこのメーカーがこの色を売れ出すとびっくりする。めっちゃ出るな、めっちゃ出るな最近。そうだったらもう案件ですよ。そうだね、ほんまにもうタイから来ちゃうの。ええ、東京と大阪ですごい売れてる。いただきます。はい、今回はね、チョモちゃんのニューギアというかニュー衣装、クルチョモカラーのサルエルパンツ、チョモちゃんに合うのか実際に履いてもらいました。ぜひね、皆さんもちょっと夏、2000ぐらい出してね、買ってみてください。ありがとうございました。バイバーイ。おピンク。何それ。それが、こちらです。まだ開けてなーい。あ、まずは。どうしよう。んざーい。はい、嘘だろ。どうしよう。どうしよう。なんか出した方がいいかな。出した方がいい。